はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。権現です。それではレンタヒーローの実況の続きをしていこうと思います。今回の仕事は何でしょう。緊急事態です。今オートリーで謎のロボットが暴れ回ってるそうです。何？大至急オートリーに向かい、このロボットを退治してください。報酬は5500ゴールドです。なるほど、謎のロボットってなんだ。そういえばなんかノモルア科学がなんかロボットを作ってるだか研究してるだか、そんな話がね以前あったような気がしたんですけれども、今回もノモルアの仕業なのか。お、もう忙しいな。わ、危ない。よし、街中でねロボットが暴れ回ってるっていうのもなかなかない光景ですけれども、まあレンタヒーローにかかればねすぐに解決しようと思います。どうなってるんだオートリーは。ちょっと体力をね回復しておきましょう。ん？なんか人がいますね。私はこの道50年の占い師、どうだい20ゴードで一つ占ってみないかい。じゃあ占ってもらいましょうか。それじゃあ占ってあげようかね。キエーイカー。自分のペースを守っていけば順調にことは進むぞ。ん？なんだこれ。大変だ、ロボットが街を暴れ回ってるぞ。わー逃げろー。お、いっぱい人が。他のレンタヒーローも来たんだけどみんなロボットにやられちゃったんだ。結構強いのかな。お、レンタヒーローだ。ロボットに戦いを挑んだ仲間のレンタヒーローがいとも簡単にやられてしまいました。あんなロボットとてもじゃありませんが倒せませんよ。あなたも急いで逃げた方がいいですよ。私は逃げません。底辺だ底辺だ底辺だ、すんげえロボットが出やがったぜ。もう驚いたのなんのって、あんたこれはただごとじゃないぜ。強敵なのかな。どこにいるんだ。ん？いないぞ。お、なんか男女がやり合ってますね。ポップちゃん早く逃げないとロボットに踏み潰されてしまいますよ。ママ待ってよ。あ、親子だったんですね。なんか男と女が揉めてるのかと思いました。ん？俺はレンタヒーローブライカーンマン、悪いやつがこの俺がぶっ潰してやるぜ。結構レンタヒーローいっぱいいますね。お前は絶対に負ける、私に勝つことできない。結構かっこいいロボットですね。なぜならば私はレンタヒーローを倒すために作られたからだ。お、戦ってる。うわぁ、てっちゃんこ、う強すぎるぜ。ガクグガガガガ。これでまた一人レンタヒーローを倒した。私はもうエネルギーがない。私はエネルギーを補給するため基地に戻る。おお、行っちゃいましたね。大丈夫？ごほぐほぐぐぐぐ、悔しいぜ。ロボットにコテンパンにやられちまった。くそー、ロボットと戦って怪我をしたところがズキズキと痛むぜ。しかしあのロボットは一体どこに行ったんだ。絶対に見つけ出して倒してやる。ん？あ、ちゃんと歩けるんですね。あ、動ける。ん？どっか行っちゃいましたね。ロボットに襲われた町なのにダイナマイトドックスはね普通に襲ってきますね。ん？蹴りが当たらないぞ。よし、
なんかロボットは基地に戻るとか言ってたんですけれど、その基地はどこにあるんだ？あれ？うちの子、ポップちゃんを知りませんか？ロボットから逃げてる時にはぐれてしまったのです。何？じゃあ占ってもらいましょうかね。あんたの未来は光り輝いとる。辛いことがあってもくじけずに前進あるのみじゃ。お、ありがたいお言葉ですね。お、老人かな。いたたたた、わしはさっき白いトラックに引かれるところだったんじゃ。白いトラック、とっさに避けたから助かったが、その時転んでしまって腰を強く打ってしまったんじゃ。かわいそうに。しかもそのトラックはわしを見捨てて西の方へ走り去ったんじゃ。ひどい話だろう。うん、確かにひどい。いたたた、腰が痛むの。西の方に走り去ってった。西の方ってなんだ。こっちかな。行けないですもんね。どうすればいいのかな。おお、体力が高いな。強い。いた。ふう。ポップちゃんもね、どっか行っちゃいましたからね。まずはね、トラックを追う前にポップちゃんをちょっと探しましょうかね。お、ポップちゃんから。私ポップ、ロボットから逃げてる時に迷子になっちゃったの。ゴンゲンマンのお兄ちゃん、私をママのいるところまで連れて行ってください。了解です。よかったよかった、あんまり遠くに行かなくてね、よかったですね。もう子供連れてるのに、お前らの相手をしてる暇はないんだ。まあポップちゃん無事だったのね。まあまあ心配しちゃったわよ。ゴンゲンマンさん、うちの子を見つけてくださって本当にありがとうございました。うん、よかったよかった。ん？私が迷子になってる時にあのロボットがやってきたの。それから白い大きなトラックに乗ってどっかに行っちゃったのと。西の方に走り去ったっていうことなんですけれども、まあ、この町からね、西にあるところなのかな。よし、大鳥より西っていうことなんでしょうかね。ちょっと下の方も行ってみましょうかね。お、人が歩いてる。ん？こっちの住宅の方には被害はないようですね。じゃあ移動しましょうかね。もう一回ちょっとね、占ってもらいましょうか。この大鳥居から西にある町へ向かうのじゃ。そこに出会うべき相手はおるぞ。ただしあんたには大怪我をする層が出ておるから十分気をつけた方が良いな。あんまり不吉なことをね、言わないでもらいたかったんですけれども、大鳥より西っ
ていうのはどこだ？この路線図で確認するしかないですね。とりあえず校舎に戻ってきたんですけれど、お、なんか婦人警官かな、白い大きなトラック。その車ならスピード違反だったから私捕まえようとしたのよ。うん。でも王者とマカタの町の境でまんまと逃げられちゃったのよ。悔しいったらありゃしないわ。なるほど、王者とマカタの間の町と。ん？白い大きなトラックは見てないけど、赤い小さなトラクターは見たよ。畑を耕しに行ったよ。何を言っとるんでしょうかこの子は。白い大きなトラックかい？僕は見なかったな。白い大きなトラックですか？私は見ていません。お役に立てなくてごめんなさい。いえいえ、自力で探しますよ。うんーと、紅茶とマカタの間で見失ってしまったっちゅうことなんで、もう一回ね、電車に乗って街を確認しましょうかね。白い大きなトラックなんて見てないな。お、この人はなんだ。白い大きなトラックならここの道路をものすごいスピードで走っていきましたよ。うん。婦人警官がミニパトカーでそのトラックを追いかけていたからよく覚えてるんですよ。なるほど。じゃあ、あれ、もうダイナマイトドックスはしつこいな。あ、こいつは結構私の苦手な敵ですね。痛い。前まではね、あのマシンガン野郎が苦手だったんですが、こっちのね拳銃使いの方が隙がないので結構倒しづらいですね。紅茶とマカタの間の町ということなんで、どこだ？ん？ないぞ。マカタに行けばいいのかな、じゃあ。じゃあマカタ。ずいぶん遠回りしてくな。王者からマカタに直接行かないとダメなのかな？ん？白い大きなトラックですか？私は知りませんね。それよりも大鳥でロボットが暴れていたそうなんですよ。嘘みたいな話ですね。いや、本当なんですね、これが。わあ、また拳銃使いが。危ない危ない。痛い、やばいやばい。よし、危ない。飲んでる固定液ですね。ちょっとね、電池も使っときましょう。人がいるな。こいつは素手かな。素手なんだけれども怖いもの知らずというかね、ガンガン前進してきますね。白い大きなトラックは知らないが、白い大きなトランクスはわしが今下に入っている。うん、全く知りたくない情報ですね。このビルはノモルワ科学のものよと。お、白い大きなトラックだったらさっき倉庫街の方に走っていきましたよ。お、ありがとうございます。お、レンタヒーローがいる。お金がいっぱいあるな。買い物していきましょう。
まずは、せっかくなんでね、体力を全開にしちゃいましょう。で、電池もね、使いましょう。結構ね、街中でいっぱいバトルしましたので、お金がね、溜まってますね。電池。もう一個ぐらい買っときましょうかね。回復3つ、電池4つ。ちょっとバランスが悪いな。で、余ったお金は貯金しましょう。よし。わっ。ダイナマイトドックスか。弱いな、こいつ。白いでっかいトラック謎。ミトランガナモシ。地方出身の方かな。わあ、出た。痛い。ここなら当たるまい。痛い。もう。しかも持ってるお金が安い。あ、出てきた。レンタヒーローですよね、これ。俺は街の人の情報をもとにここまでやってきたんだ。うん、私もです。あのロボットがこの街のどこかにいることは間違いなさそうだな。どっちが先にロボットを見つけ出すか、競争でもするか、それじゃあまたな。いや、そんなことをしてる場合じゃないと思うんですけどね。わ、ダイナマイトドックスが先を越されてしまうじゃないか。よし。まあ倉庫街なんですけれども、まあおそらくね、あのロボットはノモルア科学の研究の成果っていうかね、ノモルア科学が研究していたやつだと思うんですけれども、と言おうかなと思ったんですけれども、なんか見っかっちゃいましたね。これが白いトラックですかね。ちょっと調べてみましょうか。トラックの荷台の中は空っぽである。あれ、もしもし。部外者は立ち入り禁止だ。さあ、どっかに行った行った。こいつはなんだ。隣の倉庫はノモルア科学のものだよ。あそこはガードマンがいるから、ここや他の倉庫みたいに中に入ることはできないだろうな。なるほど。また倉庫に入る方法を探さないといけないわけですね。どうすればいいのかな。そう、さっき何を言おうかなと思ってたのかというとですね、まあ、ノモルア科学のロボットだと私はね勝手に思ってますので、こっちのね、この倉庫、今私が立っている目の前にある倉庫にトラックがね入っていったのかなと思ったんですけれども、こっちにね止まってましたね。いや、お恥ずかしい。白い大きなトラックだって。ああ、それだったら倉庫の並んでるところで見たぞ。うん、もうね発見してるんですが、この人は以前
エロ本を見せた人かな。ここは警察がね封鎖してるところですね。倉庫に入りたいんですけど入れないぞ。ん？これはなんだ？ホワイトな？ん？違うな。ホワイトのビッグなトラックですか？私知りませんね。ちょっとすいません。片言の人だ。ここもね、ちょっと怪しい研究所なんですけれども、今は関係ないみたいです。どうすればいいのかな？入れないんですよね。困ったな。エンジンがまだ暖かい。今までどこかを走っていたのだろう。倉庫に入りたいぞ。とりあえず戻りますか。あのガードマンをどければいいのかな。おお、痛い。近い近い近い。やばいやばい。さあ撃ってこい。あれ死ななかった。よし。よしじゃないな。体力を回復して。また買い物しましょうかね。お金あるかな？ありますね。よし。結構大変な仕事だな。本屋さんでまた何か買うのかな。あ、買えないな。このお姉さんがねカウンターにいるんで本は買えないですね。あ、この人は何回も話しましたね。モモルアの人、白いパンツの人、わからないな。どうしたらいいのかな。街の情報というかね、他の街に行ってみましょうかね。オートリーはどうなってるかな。またちょっとね、占いを聞きましょうか。話は変わらないですね。誰か何か知らないですかね。こう戦ってばっかりいるんですが話が全く進まないですね。
うわ、もうダイナマイトドックスはもう襲ってこなくていいから。まずはね、ロボットの暴走を、暴走じゃないか、まずはね、あのロボットを止めないことには町の平和を訪れないですからね。おお、よ、あれ、ここは入れる？入れないか。やっぱりマカターの倉庫街でなんかしなくちゃいけないのかな。危ない、よし、もう一回ね、ちょっとマカタに戻りましょう。ちょっと何していいかわからないときは、今までね、行ったことのある町に行ってお話を聞くのかなと思ったんですが、そうでもなかったみたいですね。こっちは関係あるかな。ここがね、ノモルア科学なんですけれども、わわ、出た拳銃。ここにいればまあ当たらないんですけど、結構隙ができちゃうんでね、こっちにも。よ、危ない危ない、よし、ふう、うん、この人はなんだ、あれ、何も見てないと。銀行はどうだろう。普通に銀行やってますね。もう一回ね、倉庫街の方に戻りましょうかね。よし、あ、そっか、こっちからはいけないんですね。ん？出てこないな。やっぱりこの辺の人たちに話を聞いていくのかな。わからない。特に何かね、アイテムを使うというわけでもないですからね。あ、ちょっとこっちの鳩場の方にも行ってみましょうかね。何にもないか。ここの人も話しましたもんね。どうすればいいのかな。ちょっとわからなくなってきましたね。トラックの荷台はだいぶ大きい。この大きさならロボットを運ぶこともできるだろう。もう総当たりでね、ちょっと調べて。あんまり関係のない
ことをしてるのかな私は。あれ、うん、白い大きなトラックならうちで使ってるやつだが、それがどうかしたんだ。ん、あ、違うな、それがどうしたんだ。ロボットに、あ、違う、トラックにロボットを積んでいただろうって。バカなことを言わないでくれ。さあどっかに行った、行った。ん、怪しいぞ。隣の倉庫は野室は科学のものだよと。うん、お前もしつこいな。だいたいこの倉庫は今何も入っていないんだ。お前の言うようなロボットなんかないぞ。分かったらいい加減に諦めてどっかに行った、行った。お、なんかレンタヒーローが左の方にいますけれども、ちょっと話してみましょうかね。よう、また会ったな。お前この倉庫が野室は科学のものだってこと知ってたか。うん、知ってますよ。俺はいろいろと調べ、おっと、誰かが倉庫に来たようだぜ。ありゃ、一体誰だ？ん？お、これ、ノモルアの社長じゃないですかね。怪しいやつは中に入れてないだろうな。はい、大丈夫です。怪しい。じゃあ話しましょうかね。ゴンゲンマンくんじゃないか。わしはノモルア科学の社長だ。ボディーガードの仕事では世話になったな。うん、まあいいでしょう。社長、こいつをご存知なんですか。こいつはさっきからこの倉庫をしつこく調べ回ってるんですよ。ゴンゲンマン君、どうだね、わしと一緒にこの倉庫の中に入ってみるかね。いいえ、遠慮なんかしなくていいぞ。わしの後についてくればいいんだ。社長、部外者を中に入れてもよろしいんですか。構わん、どうせ中は空っぽなんだろう。それを見ればゴンゲンマン君もこの倉庫に変な疑いを持たんだろう。さあ中に入ろうか。怪しいぞ、怪しい。なんか床に明らかにね、なんかの仕掛けが見えてるんですけれども、ここのところうちの会社は仕事の失敗が続いてな。倉庫の品物が底をついてしまった。しかし今やってるプロジェクトが成功すれば全ての仕事がうまくいくようになる。うん、ロボット開発か。わしはノモルア科学を世界一の会社にするまでは絶対に誰にも負けん。おっと、ゴンゲンマン君にこんなことを言っても仕方がないな。もう倉庫から出るとするか。これどうすればいいの。あ、動ける。あれ、何にもなかった。ゴンゲンマン君、頑張って仕事を続けてくれたまえ。それではごきげんよう。あれ、社長は中に入っちゃいましたね。部外者は立ち入り禁止だ。さあどっかに行った、行った。なるほど。それでは今回はね、ちょっといいところなんですが、この辺で終了したいと思います。はい、それではね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではゴンゲンでした。